夫が出張と偽って浮気を繰り返し、その資金に娘の教育費を使っていたことや、相手が娘と同じ名前の若い女性だったことから、離婚を決意した一致。夫が浮気旅行中に娘と家を出ることにしたと、一致がスレに書き込んだことから、スレ民たちはこの離婚劇を見守ることになった。しかしこの離婚劇は、スレ民も驚愕する別のトラブルを露呈させたのだった。夫の浮気旅行中に、娘を連れて勝手に引っ越した結果、ちょっと聞いてほしいんだけど、今度の土日に夫が出張という名の旅行に行くから、その間に引っ越しを敢行したいんだ。その際、夫のもの以外全部運び出して、すっからかんにして出て行きたいと思ってる。でも、全部が急なことだから、何か問題があるなら教えてほしいんだ。ちなみに夫は出張だと言ってるけど、浮気旅行だっていうのは裏が取れている。何も問題ないんじゃない？サプライズってワクワクするしね。一致は実家に避難するの？離婚が念頭にあるなら、銀行関係はきっちりしておいた方がいいよ。子供の有無とか、年齢とか、職業とか、もうちょっと情報ちょうだい。ごめん、焦っていて一方的に質問してしまった。スペック書いておく。私、36歳、会社員。夫、40歳、会社員。一人娘、11歳。調査会社の報告書によると、浮気相手、25歳、夫と同じ会社。婚約者あり。浮気の発覚は、週末にかかってきた電話からだった。お休みのところ大変申し訳ありません。至急確認したい件がありまして、係長とお話しさせていただけますか？と、夫の部下を名乗る女性から、家の電話にかかってきたのだ。その日、夫は出張で北海道に行っていて、部下なのに知らないのかな？と、少し不思議に思いつつ、夫は出張で不在なので、携帯の番号にかけていただいてもいいですか？と、返すと、電話の向こうの女性は戸惑ったように。出張ですか？どこに？携帯は繋がらなかったので、ご自宅にかけたのですが。と、言ったのだった。その戸惑った声に、私も大いに戸惑いつつ、夫から聞いていた行き先の北海道と答えた。すると女性は、あっと短い声を上げた後。そうでした。申し訳ありません。そうですよね。北海道でしたね。失礼いたしました。と、慌てて言って、電話を切ろうとした。これは何かあると、私の中の女の勘が言っていて、私は女性を引き止め、北海道なんて、行くはずがないんですね。と、ズバリ聞いてみた。女性は言葉を濁していたが、私が諦めずにしつこく聞き続け、あなたに聞いたことは、私だけの秘密にします。夫が浮気しているのはなんとなく気づいてますから。と、言うと、やっと。北海道には取引先も弊社営業所もありませんし、そもそもうちの家で週末に出張が入ることは、と、弱々しく答えた。私は女性にお礼と謝罪を述べ、電話を切った。夫の浮気を疑ったことはあったが、それまでは気のせいだと思っていた。なぜなら、夫は娘を可愛がっていたし、娘との生活を壊すような真似をするとは、あまり想像ができなかったからだ。しかし、夫と私にはあまり会話はなく、娘がいるから婚姻関係を続けている状態で、夫婦仲は冷え切っていたと言える。それでも浮気が現実味を帯びたことに、私はショックを受けていた。娘には悟られないように、娘が塾に行っている間に、私は母に泣きながら電話をかけた。母は私にしっかりしなさいと言いながらも、私と一緒に泣いていて、近くで聞いていたと思われる兄が、電話を代われと言った。まずは調査会社に依頼して証拠集めをしろ。絶対に夫君にはバレるなよ。と、兄に言われて、やるべきことが分かったことに、少しだけほっとした。そこから調査会社を探し、依頼して、あとは報告を待つだけ。この報告を待つ時間が、一番辛かったように思う。娘はなんとなく私の元気がないと感じ取っていたようで。ママ、今日は早く寝てね。お仕事は休めないの？と、優しい言葉をかけてくれた。娘がこうやっていい子に育ってくれていることだけが、私の救いだった。そして1ヶ月後に提出された調査結果は黒。思い切り黒。浮気相手は会社の後輩で、娘と同じ名前。そして同じ会社の人と婚約中だそうだ。週末だけでなく、平日の出張も、仕事で帰宅が遅くなるといった日も、夫は浮気相手と過ごしていた。これだけ頻繁に旅行や食事に出かけていたら、お金も相当使っているのではないかと記帳したら、娘の教育費のための定期預金が解約されていた。使い込まれた被害額は200万円ほど。でも、正直言うとお金はどうでもいい。そういうところも含めて、夫を追い込んで、娘の親権の確保と、面会権なしにできれば、娘がいるから、夫婦を続けたと前に書いたが、娘がいるからこそ、娘と同じ名前の若い女との浮気は許せなかった。どういうつもりか知らないが、いろんな意味で気持ちが悪かった。それで一刻も早く家を出たいと思い、次の旦那の浮気旅行中に引っ越そうと思ったのだ。幸い娘は夏休み入ったから、兄嫁が自分の子たちと一緒に見てくれると言ってくれ。一足早く、実家に疎開中だ。実家は農家で、ここからは車で30分ほどの距離。古い家だが部屋数はあるし、倉庫もあって、一時避難するには申し分ない。当日は兄と父がトラックを借りて、荷物を運び出してくれることになっている。ここで失敗だけは避けたいから、みんなの知恵を借りたいと思って書き込んだんだ。娘と同盟の若い浮気相手は確かにキモいな。それは警戒して、今後合わせたくない気持ちはわかる。娘さんはどう言ってるの？義実家に報告は？娘には離婚したい話だけ、伝えたんだけど、ママが笑顔になってくれて、ママとずっと一緒にいれるならいいよ。と、言ってくれた。娘なりに色々察して理解してるみたい。それなら何も迷うことはないな。夫のタンスの中身だけ出して、家具も全部引き払え。お金はどうでもいいって言ってたけど、お金は大事だぞ。むしり取るべし。そうだね、やっぱりそこは大事か。むしり取るわ。義実家への報告はまだしてないけど、引っ越しの邪魔をされたらいけないから、すべて片がついてからにしようと思う。またどうなったか報告させてほしい。1週間後。夫が浮気旅行中に、娘と2人で引っ越したいと相談したものです。無事に引っ越しが終わり、報告に来ました。引っ越しを娘さんはどうしてる？夫は？娘はいとこたちと夏休みを楽しんでるよ。夫も、引っ越し当日はきっと浮気相手と楽しく過ごしてたと思うよ。引っ越しの当日はね。週末、夫を朝見送った後、引っ越しを観光した。娘の部屋のものすべてとリビングのゲーム機、私の化粧台やクローゼットの中身と調理家電一式。自転車と私名義の軽自動車は持って行った。大型家具とテレビ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫は、夫が買ったものだったから置いてきた。持ってくるのを忘れたものもあるかもしれないが、とりあえず必要なものは全部持ち出せたと思う。銀行の通帳などは、夫の分だけ残し、一応すべて持ち出した。夫婦の共有口座は、例の定期を勝手に解約されて使い込まれていたものだったから、離婚の交渉の際の証拠品として持ち出しておいた。朝から始めた引っ越し作業は、夜遅くまでかかった。引っ越し荷物はとりあえず実家の倉庫に仮置きさせてもらった。できれば転校したくないという娘のためにも、学区内で新しい部屋を探す予定だが、当分の間は、実家に避難させてもらうことにした。幸い、部屋は余っていて、兄一家も同居してるし、娘には寂しい思いをさせないで済む。弁護士を雇うのはもったいないと思い、慰謝料は半ば諦めていたのだが、きっちり請求することが、夫を牽制し、親権を勝ち取るのに優位に働くと調査会社に言われ、それだったらプロに任せた方がいいと、紹介してもらった弁護士にお願いすることになった。そして翌日、実家で、皆で夕食を食べていると、帰宅した夫から電話がかかってきた。おい、一体どういうことだ？家の中がガラガラだぞ。お前たちは今どこだ？と、夫は電話の向こうで叫んでいた。あれ？もう帰ったの？早かったのね。と、わざとのんびりとした口調で言ってやると。ふざけんな。一体どういうことかって聞いてんだろ。と、夫がキレた。引っ越した。はぁ？だから、私と娘は、引っ越したの。ふざけてんのか。出張から帰ってみたらこんな。え？出張？と、キレ散らかす夫に向かって、わざとらしく聞いた。温泉じゃなくて？え？は？箱根だよね？は？は？わかりやすく動揺する夫に、私はだんだんと笑いがこみ上げてきた。温泉地に出張だったっけ？お仕事お疲れ様でした。と、わざとらしく言うと。二度と電話してくんな。と、夫は最高潮に切れてから、通話を切った。二度と電話してくんなって、かけてきたのはそっちでしょ。と、すでに切れた電話の向こうに行ってみたが、もちろん返事はなかった。でも、あの夫の慌てっぷりと切れっぷりが、自分は黒だと大声で言っているようなものだった。その1時間後には、激切れした夫から着信があった。電話を取るなり。何がどうなってるんだ。嫁のくせに家を放り出すとは、嫁失格だ。って大声で言われたから、家を放り出したのは夫の方です。こうなった原因は夫にありますから、話はあちらに聞いてください。お電話かけてこられたのは、夫に何か言われたからですよね。その時にちゃんと夫に原因を聞いてくださればよかったのに。と、冷静に言い返した。ふざけんな。なんだ嫁のくせにその態度は。そんな態度とっていいと思ってるのか。訴えるぞ。と、ウトはさらに興奮して大声を上げていたが、私は夫にそっくりな切れ方をするウトに、離婚したらこの男とも縁が切れるのだと、妙にほっとしていた。弁護士のアドバイスに従い、すべての電話は録音していた。そうとは知らずキレ散らかす夫とウトは、かなり滑稽だった。そして今日、調査会社から今回の旅行について報告があり、それをもとに弁護士が内容証明を送った。送付先は、夫、義実家、浮気相手実家。明日には届くらしいから、ここから一気に動くかな。ウト、訴えるぞって。訴えられるのはそちらです。娘ちゃんを勝手に連れて行ったってことで、不利にはならないのかな？そこだけが心配。確かに。訴えられるとしたらそこか？勝手に連れて行ったって訴えられる可能性があるの？それは盲点だった。すぐに弁護士に連絡して対処する。皆さんありがとう。また進展があったら来ます。1ヶ月後。だいぶ経ってしまいましたが、覚えている人、いませんか？夫が浮気旅行中に、娘と2人で引っ越したいと相談したものです。覚えてるよ。出張だって嘘つかれてた人でしょ。その後どうなったか気になってた。娘さんの件も、どうなった？報告待ってたぞ。ありがとう。怒涛の1ヶ月だったけど、なんとか肩がついたのでご報告します。ここでアドバイスをもらって、すぐに学校に連絡。弁護士と一緒に相談に行ってきた。今は昔と違って学区外通学も許可が出やすいそうで、家が見つかるまでは車で送迎する許可が下りた。校長や PTA 執行部、児童相談所と警察も巻き込んで、娘の安全を確保するということになった。今回の件は、私の連れ去りではなく、夫側が連れ去る危険があるとみなされていたのだ。それだけしても、まだ安心ができないほど、離婚にまつわる子供をめぐる事件は多いらしい。内容証明を送った4カ所のうち、浮気相手の実家からのみ連絡があり、弁護士事務所で話し合うことになった。当日浮気相手は無理にでも連れて行くと言っていたが、夫側は連絡がつかなくなっていた。浮気相手の両親は、一応謝罪はしてくれたものの、娘は夫さんに本気じゃなかったと言っているし、婚約者と結婚させてやりたい。そちらの監督不行き届きでもあるのだし、慰謝料は払えない。嫁入り前の娘を傷物にされた慰謝料は請求しないが、代わりに、婚約者には黙っていてほしい。と、付け足された。もちろん弁護士は失笑して、既婚者だと分かっていて、自ら取った行動ですから、それは通りませんよ。と、答えた後、慰謝料の請求書を差し出した。もともとは浮気相手の婚約者にまで、連絡をするつもりはなかったのだが、監督不行き届きという言葉にカチンときて、婚約者宅にも弁護士から連絡してもらうことにした。私の監督不行き届きで夫が浮気したのだとすれば、同様のことが浮気相手の婚約者にも言えるだろう。案の定、婚約は破棄されたようだが、自業自得だ。むしろ、相手にとっては良かったと思う。しかし、ここからが長かった。何しろ夫も義実家も、私を着信拒否していたからだ。夫の会社に連絡をしてみると、夫は長期休暇を取っていると言われてしまった。何しろ、夫も浮気相手も、さらにその元婚約者も、皆同じ会社で。しかも夫の部下には、夫が出張と嘘をついて、浮気旅行に行っていることが伝わっていたのだから、会社は針のむしろだったと推測できる。そんな状況が変わったのは、それから数日後の大雨の日だった。その日、仕事中の私に、実家から着信があった。母が大慌てで、今、トメさんがうちに来たんだけど、ずぶ濡れで、怪我もしている。と、言ったのだ。すぐに病院に連れて行くという母に、病院で落ち合うと告げて、会社を早退して急いで病院に向かった。病院に到着した時、トメは診察中で、母も一緒に診察室に入っていて、待合のベンチに、父と泣きじゃくる娘がいた。ばあばが心配だから、どうしても一緒に行くって。と、困ったように言う父にお礼を言って、娘の手を取った。娘は泣きながら、前からこういうことがあったんだよ。じいじが、気に入らないことがあると、ばあばに手をあげるの。と、訴えた。共働きの我が家では、長期休みには両実家に娘を預けることがあった。トメは娘を歓迎してくれて、娘もトメのことが大好きだった。今までにもあったの？なんで言わなかったの？と、聞くと、娘は、大したことないし、ママたちには内緒にしてねって、ばあばに言われたから。でも言えばよかった。そしたらこんな大怪我することなかったかもしれない。と、さらに号泣しながら言った。私はいたたまれない気持ちになりながら、娘をぐっと抱きしめた。しばらくして、処置を終えたトメと母が診察室から出てきて。お騒がせしてしまって、ごめんなさい。息子のことで謝りに来たのに、さらに謝らなきゃいけない状態になっちゃったわね。と、トメは困ったように笑った。内容証明を見たトメが、すぐに私に連絡をしようとすると。こんなものは破いて捨てろ。あの女、嫁の分際で何を考えてるんだ。と、キレ散らかしたそうだ。でも、息子のせいなんだから。と、言いかけたところで、ウトが腕を振り上げ、そこからずっと家に閉じ込められていたらしい。大雨のその日は、ウトが食料を買いに出かけたそうで、その隙に逃げてきたと言っていた。年を取ると骨が脆くなっちゃうから、大げさに見えるだけよ。と、トメは力なく笑っていたが、三角筋で釣られた腕と顔のあざが痛々しかった。娘がトメにそっと抱きつき、もうあの家に帰っちゃダメ。ママと私と一緒に、畑のお家に行こう。と、言った。ちなみに、畑のお家はうちの実家だ。農家だと言ったが、家を囲むように農園があるから、娘は昔から、畑のお家と呼んでいる。孫娘ちゃん、ごめんね。パパがごめんね。今までありがとう。孫娘ちゃんに会えてよかった。今日は本当は、ママにごめんなさいと、孫娘ちゃんにそれだけ伝えに来たのよ。なのに心配かけてごめんね。と、トメが言った途端、娘は、ダメ。お別れみたいなこと言ったら絶対にダメ。パパもじいじもいらない。ばあばも二人を捨てて。と、大きな声を上げて泣きながら訴えた。その娘の泣き声に、私も私の両親も涙がこぼれ。畑のお家、古いけど部屋はいっぱいあるし、とりあえず来てください。と、母が言い。せめて怪我が治るまで、うちにいてください。と、父が言い。こんなことになってしまって申し訳ありません。ウトさんを怒らせたのは私です。と、私は頭を下げた。それでもトメは、そんなイッチさんは少しも悪くないですよ。悪いのは息子です。それなのに、こんなに優しい言葉をかけてもらって、それだけで、もう大感謝です。私は大丈夫ですから。と、実家に来ることは拒んでいたが、最終的に娘の説得に応じ、実家にみんなで帰った。私や弁護士からの連絡には応じなかったウトだが、トメの携帯から電話をするとすぐに繋がり、家から出るなと言っただろう。と、電話に出るなりキレ散らかした。弁護士です。連絡がついてよかったです。内容証明で送った件なのですが、いつ頃お振り込みいただけますでしょうか。このままですと法的措置を。と、言った弁護士の言葉を途中で遮り。弁護士。おい、あいつはどうしてる？と、ウトは慌てて言ったが、奥様なら、安全な場所におられますので、ご安心ください。病院へもお連れしましたので。と、弁護士は涼やかに返事していた。結局、翌日に夫とウトと話し合うことになり、修羅場の開催となった。とはいえ、話はすべて弁護士に任せていて、私はその修羅場を傍観しているだけだった。話し合い早々に弁護士が放った。お相手の方、娘さんと同じお名前だそうですね。という、一言が聞き、夫は即戦意喪失。慰謝料と使い込んだ200万の返金、養育費は支払われなくなることが多いと聞き、一括での支払い、及び、娘と私への接近禁止と、私の条件をほぼ飲んだ形でまとまった。これを聞いて、ウトが、お前も大変だな。変な嫁をもらったばかりに。と、自分には関係ないとばかりに笑っていたが、弁護士に、内容証明には入ってませんでしたが、奥様からもご依頼いただきまして、こちら、診断書と慰謝料の請求書になります。と、紙を差し出されて、真っ青になっていた。最終的に、ウトメは離婚。トメもそれなりの慰謝料をもらい、ここから第二の人生始めるわ。と、晴れやかな笑顔を浮かべていた。夫は結局会社を辞めたそうだ。長年勤めた会社だったし、収入面でも辞めたくはなかったそうだが、係長に傷物にされた。悪いのは全部係長で、私は婚約破棄に追い込まれたかわいそうな若手社員。私は絶対に会社を辞めない。と、浮気相手があちこちで言いふらしたそうで、辞めざるを得なかったらしい。かわいそう、とは思えないけど、まあ相手も悪かったね、とは思う。ちなみに、会社を辞めて、自宅も引き払い、実家に戻ってウトと二人暮らしになったそうだ。ウトは思いもよらなかった熟年離婚に傷つき、かなり意気消沈しているらしい。身から出たサビだし、こちらに関しては、少しの同情心も湧かない。もう一つ、浮気相手の婚約者から連絡があり、婚約解消となった慰謝料請求のために、調査会社の報告書が欲しいと連絡があった。渡す代わりに調査費用を折半してくれることになり、金銭的にかなり助かった。引っ越し先については、まだ探しているところだが、もし一さんが良ければなんだけど、近くに住んで、一さんが忙しい時とか、孫娘ちゃんを預からせてもらえないかしら。と、トメが言ってくれて、娘もそれを望んでいることもあって、学区内で2部屋探している。そんな感じで、まだ全て解決ってわけではないが、それなりのところに着地した感じ。娘ちゃんとばあばに泣いたわ。無事に着地おめでとう。しっかり皆から慰謝料をせしめることに成功して、すっきり。浮気相手はかなり地雷女だな。ウトが一番やばい。一致夫婦が離婚しなかったら、トメはずっと我慢したんじゃない？ウトメの夫婦仲とかまではわからなかったけど、結果的に、トメを救うことになったことだけは、良かったと思う。娘の説得にも感謝している。ドタバタと家を出ることを決めて相談させてもらったが、たくさんアドバイスをもらえて、本当に助かったし、心強かったよ。みんなありがとう。スレミンたちが見守る中、イッチと娘は、無事に夫を置いて家を出ることに成功。イッチ夫婦の離婚が成立しただけでなく、トメもウトと離婚することができたことに、スレミンたちはほっと胸をなで下ろしたのだった。もしあなたもイッチのように夫の浮気に気づいたら、どうしましたか？よかったらコメントにて教えてくださいね。ちなみに、2020年に行われた調査によると、孫が祖母を呼ぶときに使う呼称は、バーバが 43% とダントツの1位ですが、2位は名前や愛称で 24% だそう。昔ながらのおばあちゃん呼びは、20% で3位でした。名前呼びの方が多いのは、ちょっと意外ですね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。